1994年に噴火したインドネシアのリンジャニサングローバルバルコネザムプログラムはスミソニアン協会のプロジェクトで世界の活火山及びその火山活動を記録また現在発生している火山の観測情報を提供している GVP は世界火山学プログラム全地球火山活動プログラムとも訳される GVP は人々に 地球上の活火山とその火山活動に関する理解を助けるために活動している。スミソニアン協会はその活動目標を達成するために過去1万年間に発生した世界の活火山の噴火状況をデータベースとして記録・管理すると同時に現在進行中の火山活動の状況を報告している。これらより地球上で起きたおののの火山の活動が 世界全体の状況として表される。スミソニアン博物館はセンター,フォーショーとフェノメナが設立された1968年から現行の火山活動に関して調査報告を行っている。GVP の事務所はワシントン DC のナショナルモールにある国立自然史博物館内の鉱物科学研究所に設置されている。GVP への情報は グローバルバルコネザムネットワークからもたらされる。噴火の初期段階において、世界中の火山観測者や研究機関から提供された報告書、データ、写真を収集し、情報交換の場として機能し、それらの情報は GVP のウェブサイト上に公表されている。火山活動が開始した直後に出回る情報は、曖昧かつ矛盾した内容を含むことがあり、 火山に精通したものはそれらを排除する手助けをするだけでなく連絡を取り合うことで情報は修正される。ウィークリー・ボルキャニック・アクティビティ・レポートとはスミソニアン博物館のグローバル・バルコネザムプログラムとアメリカ地質調査所のボルキエノハザーズプログラムとの共同産業プロジェクトである。しかし、当サイトに掲載された火山活動に関する情報は予備的なもので、 調査や研究が詳細に行われると情報が変更される可能性がある。詳細な報告は、ブレーティオブ・ザ・グローバル・バルコネザムネットワークで毎月1回公表される。GVP は現在進行中の火山活動の情報提供のほかに、過去1万年間の火山活動に関するデータベースを作成している。過去に発生した火山活動を記録することは、活動が明らかな火山。 また将来活動が起こり得る火山の今後を予測する上での手引きとなる。GVP のデータベースは過去1万年間に火山活動が起きた位置、火山活動の規模と発生頻度など火山活動に関するすべての統計を基礎として成り立っている。バルケイノス・オブ・ザ・ワールドの2つの版は GVP のデータと文書に基づいて出版された。ありがとうございます。